はい、皆さん、こんにちは。のっつおでございます。ということで、今回やっていくのが、タイトル通りにある通り、ある通りでございます。ちょっと前のコメント、まあ、リクエスト、美少女ゲームのリクエストについてのコメントに、まあ、僕のその美少女ゲームのランキングとかね、声優さん、どんな声優さんが好きなんですか、みたいな、話がありましたので、まあ、ランキング、というよりは、まあ、好きな作品の紹介みたいな感じで何作品か紹介しようかなと、あと好きな声優さん、とかも紹介して、まあ、まずは、なんだろう、僕がどういう形で、この、美少女ゲームに触れたかっていう話をしてから、そっちに行きたいなと思います。まあ、ほとんどのね、好きな声優さんとか好きな作品っていうのはそっから関連してることなので、そこからちょっと話したいなというふうに思います。はい。で、僕はね、まずエロゲーから最初に入ったわけではなくて、コンシューマーから、そのノベル系美少女ゲームの存在に気づいたわけでございます。まあ、こういう読み物のゲームがあるんだなっていうのを知ったのが、夜明け前よりルリーロナ PSP 版に触れてから、まあ、初めて知ったわけでございます。はい。まあ、そっから、まあ、スタートしてるんですけども、まあ、その PSP の夜明け前よりルリーロナを買い、やり、そっからノベルゲームにハマって、PSP の他のゲームないかなって探して、天真爛漫だったり、あとは真っ白色シンフォニー、6つの花、だったりとかを購入していきました。まあ、そっからまあ、そのギャル系と言われるものにハマっていき、結構ね、やっておりまして、で、その後ですね、その後に、その、アニメもね、同時に見ていった時期でございまして、で、アニメ放送でなんか、あれなんだよね、その、フォーチュンアテリアルというね、この夜明け前よりルリーノな、まあ、原作が一緒な、会社さんが一緒なところの でのアニメだったんですよね。エロゲーがアニメになってたって。まあ、それの時にはエロゲーっていう存在を知らなかったんですよ。うん、知ったきっかけは、あれだね。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。俺妹を見てエロゲーっていう存在を知ったし、まあ、そっから、フォーチュンアテリアルって検索すると、なんと18禁だということにを知り、で、オーガストっていう作品に、会社さんのホームページに行き、で、制作作品を遡ってみたら、実は PSP でプレイした夜明け前よりルリーロナが、そこの会社から出ていたってことを知って、あ、つながりあるんだなと、そこで知るわけでございますと。で、エロゲーをね、最初に初めてプレイしたのが、そのフォーチュンアテリアルだったわけでございます。なんで、だからまあ、僕のね、このエロゲー業界、美少女業界っていうのは、全部すべてオーガストさんの作品からスタートしております。はい。で、まあ、そっからやっぱ、その、ね、会社さんしかわかんないので、他のね、どこの会社さんのことも全然わかんなかったんで、とりあえずオーガストさんの作品を、まあ、プレイをしていきました。夜明け前よりルリーロナ、フォーチュンアテリアル。まあ、夜明けはね、実はエロゲーはプレイしないんですけど、フォーチュンアテリアル、愛欲のユースティア、そして、大図書館と、まあ、どんどんとね、オーガストの作品に触れて、まあ、そっから、やっぱりなんだろうな、他の企業さんのゲームにも触れていって、まあ、次に何にやったか正直覚えてないんですよね。結構、なんか多岐にわたって触れたような気がする。初雪さくらとかね、恋愛ゼロキロメートルだとか、その辺を買って、まあ、いろんなところの作品をやり始めたっていうのがありまして、まあ、今に至るわけでございます。だから今はまあ割と様々な、ね、会社さんの、ゲームをやらせていただいているわけでございます。まあ、そこでまあ僕の起点というかね、まあ、出発点を話したところで、まあ、声優さんについてまず先に言おうかなと思います。はい。で、まあ、キャラクターについてもここでちょっと触れるんですけども、僕ね、そのあんまりこの属性にこだわってなかったというか、まあ、最初だからどういう属性が好きとか特になかったんですよね。だからオタクになる前とかは、なんか妹系とか姉系とか幼馴染系とか、まあ、とにかくそんなものはなかった。何々系が好きみたいな、この属性が好きとか特になかったんですけども、まあ、夜明け前よりルリーロナをやってですね、まあ、僕、朝霧舞っていうね、まあ、主人公の朝霧達也くんのね、妹ちゃんがいるわけでございますけども、その子が、めちゃくちゃ好きになりまして、そっからスタートしたんですよね。僕が妹好きになったというか、その、ゲーム作品で妹
の妹属性のあるキャラクターがめちゃんこ好きになったのがそっから始まってるんですけど、もうそこの並びで、まあ、朝霧舞で俺天真爛漫で千歳さな、真っ白色シンフォニーで瓜生作のが好きになったんですよ。で声優さんもその頃は全然気にしてなかったんよね。たまたま妹だから好きになってたんですけど、で声を調べてみると、あらまあ不思議一緒だったと。この3人が一緒でございまして、まあだからあのコンシューマー版ではね、後藤舞さんって言うんですけども、なんで後藤舞さんがめちゃくちゃ好きになったんですよ、うん、でそっからその人の演じてる 役のやつも調べたりもしたりって感じだったんですけど、まあとにかくその3大妹がめちゃくちゃ好きでございまして、まあその妹好きっていうのは今にも、渡るというか、今にもあるというか、だいたい割と無条件で妹がいたら好きになってしまうというのがそこから来ているというわけでございます。なんでね、ちょっとエロゲー声優さんではないんですけど、まあ後藤舞さんがめちゃくちゃ好きでございました、うん、そっからの流れは何だったかな。多分愛欲とか大都市間やって、多分桐谷花さんが好きになったんだよね。まあ、白色し、ちゃ、大図書館のさ、小立なぎっていう女の子が、好きになって、まあ、そっからやっぱキャラクターが好きになって声優さん好きになるみたいな感じなのかな。まあ、そっから、まあ、声優さんの、がやってるからこのキャラクター好きみたいな感じにもなってったりと、なんかまあ逆のパターンとかもあったりもしましたけども、そこからまあ桐谷花さんが好きになったりとかありまして、だからまあ後藤舞さん、桐谷花さんが好きになりました、うん、でそっからね、とあとはあれだね、そのなんだっけな、まあ今ね好きな声優さんが別にこれといって特別か、この最推しっていうのが、最推しというかこの人がめちゃくちゃ好きっていうのは今の段階ないんですけども、まあ夏の氷さんとかね、楠原結衣さんとか、まあ楠原結衣さんの場合は、なんだっけ、大図書館でもやってたんですよね。まあ楠原結衣さんだったかな、その頃は。あの、ひらがなで表記ではなかった、あの、楠原だったよね、確か。あの、が感じだったんですけど、だっけ、トキのぞみちゃんだっけ、ドキだっけ、トキだっけ。の声を聞いたりとか、まずそこで楠原結衣さんが好きになったわけじゃなくて、青い鳥のね、メアリーっていう、まあ、パープルソフトウェアさんのね、作品があって、青い鳥という作品がありまして、そこのメアリーのね、声を聞いて、楠原結衣さんが好きになったんですよね。ね、リトルジョーカーでもね、ななみちゃんがその声やられてて、まあ、ななみちゃんの場合はもう妹っていうのもあるし、楠原結衣さんっていうのもあるんで、もうダブルで好きだったんですけど、どっちが先だったか覚えてないな。リドルジョーカーで初めて先に聞いたのか、青い鳥でだったのかは正直わかんない。でも青い鳥のメアリーを聞いて楠原結衣さんがめちゃんこ好きになったんだよな。まあ割と、うん、そうなんだよな。やっぱ妹を担当してる人が好きになっちゃうんだよなっていうところかな。はい。どんな感じかな。好きな声優さんはだからまあ楠原結衣さんと後藤舞さんと、まあ、聞いたり花さんとか、まあ、夏の氷さん、まあ、なんか、まあ、一応、ツイッターではね、この声優さんが好きですよ、みたいな流してはいるんだけど、まあ、そんな感じかな。他にも、いろんな方は好きですよ。かさねさんとかね。本当に好きな方は多いんですけども、うん。まあ、そんな感じかな。そんな感じでしときましょうか。まあ、後藤舞さんからも入ったわけでございます、声優さんはね。はい。キャラクターも、後藤舞さんが演じられたキャラクターから、まあ、好きになった属性というか、妹属性が好きになり、今に至るというわけでございます。はい。まあ、声優さんの話はこれぐらいにして、まあ、美少女ゲームのランキングというかね、僕がおすすめしたい、ゲームを何点か教えようかなと。まあ、正直言うと最近のは、まあ、そんなにプレイしてないんだよね。あの、昔のゲームを今やってるから、昔のゲームを今実況してて、やってるからそっちに集中しちゃって、他のゲームというか今の最近のゲームにちょっと手出せてないんですけど、まあ言うて2年ぐらいか3年ぐらい前の作品になってしまったりとかいうのがあります。まあ、なんだろう、作品で紹介するっていうか、この会社さんの作品いいですよ、みたいな感じで紹介をしていこうかなと思います。はい。まあ僕の原点であるやっぱオーガストさんの作品は、まあ一応ね、夜明け前よりルリーの
ラ・ルリのナ、夜明け前よりルリのナからね、やってるんですけど、その以降、その前の作品はやってないんですよね。ハニーハニーとか、バイナリーポット。バイナリーポットはちょっとだけやったことあるんだけど、その次の、なんだっけ、忘れちゃったけど、やってなくて、オーガストは、夜明けな、フォーチュンアテリアル愛欲のユースティア大図書館で、専門も、千の葉と月染めの後期だっけ、あれをやったか。はい。なんで、オーガストさんの作品はおすすめかな。あとは、今もね、ちょっとずっとお世話になってるユズソトさんの作品がめちゃくちゃいいなとは思う。まあ、やってない作品もちらほらあるんだけど、ほとんど今実況やってるかな。うん。俺がやってないのは、ブラパンと、エグゼが途中で、ノーブルワークスは全くわかんないって感じで、まあ、他の作品は大方やったな。まあ、今に至る。まあ、その、何手話、なんだっけ。さ、ユズソフト、なんだっけ、もう一つのブランド。忘れちゃったん。なんて名前だっけ。まあ、パルケなんだけど、パルケの会社忘れたわ。なんちゃらアワーみたいな。そのサマーアワーだっけ、ね、なんだっけ なんだっけ忘れちゃったわ、うん、そこの会社さんと今最新作ではあれかカフェステやってたりとか、今実況やってるのはリトルジョーカーだけど、その前にドラクリオットとかね、夏ドラカナタとか、まあ、とにかくめちゃくちゃやってた。千年版かもやったしね。はい。なんでね、あ、よかったら見てください。とかね。あと、俺が好きなのがね、中二病っぽい感じ。なんか、能力者バトルみたいなのが結構好きなんで、サードアイさんのね、作品とかめっちゃ好きなんだよね。まあ、幻想のイデアからやってるんですけど、幻想のイデアからソーサリージョーカーズ。で、何やったっけ、なんちゃらの略奪者。タイトル忘れちゃったけど、その3作品をやってて、めちゃくちゃ楽しかったなと。なんだろう、主人公、ダブル主人公で、まあ、どちらも CV あり、まあ、ヒロインがそれぞれ2人か3人かって感じの構成で、まあ、ほとんどこう、ストーリー、メインストーリーを追ってて、そういう、なんだろう、恋愛シーンっていうのはほとんど最後の方にあるんだけど、まあ、結構テンポよく見られる、作品なので、僕は結構おすすめかな。まあ、それから、まあ、そんなつながり。まあ、てかね、俺、主人公にね、CV ありはいいと思ってんのよ。うん。ありはいいなって思ってるんですよね。はい。なんで、結構なんか主人公に CV あると、おーってなって気になっちゃうんだよね。だから買っちゃうみたいな。それこそ、ね、パレットさんの9シリーズとか、まあ、かけるくんっていう主人公がいて、まあ、主人公に声があるので、めちゃくちゃいいなってなったし、とにかく、その、愛欲のユースティアもね、主人公に声があって、千の波動もあるんだけど、主人公に声があると、おってなる。うん、買いたくなるな。うん。で、俺は、その、女の子だけが、みたいな感じの作品、あんまりね、あんまりっていうか、嫌いじゃないけど、どっちかっていうと、やっぱサブに男がいてもいいのかなっていう、人間なんで、やっぱ男も重要な、キャラクターだなと、重要な、ものだなとは思ってる、うん。だから女の子ばっか出てくるみたいな感じなのは、あんまやらんかな。どうなんだろう。そんなこともねえか。一応男も、いや、そりゃ、なんだろう、女装してどうちゃらこうちゃらだったら、やっぱ難しいのかもしんないけど。まあ、女の子だけのもやるにはやるな。うん。やるにはやる。はい。まあ、そんな感じかな。なんか、まあ、全然まとめきれてないけど、サードアイニさんの作品とか、ユズソフトさんの作品とか、オーガストさんの作品はおすすめですよ、みたいな話でございます。はい。なんか、ランキング付けするっていうのもちょっとね、まあ、あんまりこう、一番とか決めるけど、あんまりなんか、順位付けするのもなって感じなんでね。一番好きなキャラクターとかもちゃんといるけど、あんまりそういうなんか順位付けするのは好きじゃないんで、まあこういう形で、僕の好きな作品のおすすめっていう感じでね、語らせていただきました。もし気になる方はね、公式サイトさんのね、行っ
して、ちょっと確かめてみてください。まあ、体験版とかもね、ありますので、まあ、そちらをプレイしていただけたらなというふうに思います。はい。うん。まあ、こんな形で、私、ノッツォのエロゲーの、どんな声優さんだったかとか、まあ、始まりとか、好きな作品とかを、語らせていただきました。まあ、全然なんかまとめきれてないというか、全然まとまって喋ってないというか、別にこう、何起承転結決めて話してるわけじゃないのでグダグダになってると思うんですけども、まあそんな感じで、終わらせていただこうかなというふうに思います。はい、はい、ということで、まあなんだろう、暗い画面のままだと思うんだけど画像を使っていいのかわかんないからさ、多分本当に雑談みたいな話で真っ暗画面で見せてると思うんですけども、最後まで聞いていただいた方本当にありがとうございます。ということで、チャンネル登録とね、高評価お願いします。それじゃ。